再びの打ち合わせでどうもこんばんは、おはようございます。カムサハムニダ、グッデンタック、グッモーニングが一番最初に出ないのはよくないよね。またね、マック続きのお話をしようかなと。本題はね、これなんですよ。これバチコンと海外から来てるんですよ。海外から住所がちょっと3分の1ぐらい文字化けしてるんで、よく届いたなと思ってます。これまず開けていい？これ何なのと。これ何なんですかと。え、嘘。え、開かないんだけど。え？どっかにあれ？同じ重さの重りをさ、乗せないと開かないタイプのやつ。あ、いた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 。ボン！これ別にそんなにあれですよ。うわってなる人とならない人がいると思う。うわ、出た。ステッカーです。シュピゲンです。ご存知ですか？結構ブームになってた、シュピゲン。こうスマホとかなんかいろいろ使ってる人はご存知じゃないですか？これですよ。バミョーン。iPhone X って書いてあるんですが、iPhone ケースなんですよ、これ。ちょっと開けてみていいですか？おお、おお、青ですよ。これ早速ちょっとバチコンとはめ込んでいい？わかるかな？わかんねえだろうな。このネタがわかんないよね。内側にほら、ハロー。あげいいんですよ。これをじゃあちょっとさ、インストールする？インストールって言っていいのかな？ちょっと僕持ってるのはほら iPhone X ですので、これにちょっとバチッとはめてみようよ。こうなんか二層構造になってんだね。内側のやつをバチッとはめて、こうスライディングさせていくと。こう下からこう、バチッとね。これですよ、これ。この感じ見てこうピンとくる方いらっしゃいませんか？今日こそね、このミスターダブルバイセップスがね、ちょっと活躍してくれることをちょっと祈りつつ。ほっ！いーよっと！よいしょ。はぁ、あ、こ、大丈夫だった。ちょっと待って。これですよ。これ。ほれ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 。机がガチコーン揺れたけど。これご存知？リンゴマークがあるんですよって。この流れなんか前、なんか、デジャブだな。画面が真っ白。真っ白なんだけど、これ見えるこのリンゴマークが見えますか？デジャブを感じるな。これさ、iMac がさ、iMac。皆さん iMac って言ったら、あの銀色のさ、あの、流線形のボディ。近未来の流線形のボディの方しか知らない方は結構いらっしゃるんじゃないですか。僕が初めて使った Mac ですね。過去使ってるね、パソコンで、天井に吊るしてあるんで、釘で打ってね。五寸釘で打って天井に吊るしてあるんで、今ちょっとこう、上がバリバリっとね、ひっぺがしまして。これですよ、これが、これを使ってね、やってたわけですよ。DTM とかなんとかかんとかとか、Photoshop とかね。せっかくだからさ、ちょっと電源入れてみようよと思ったんですけど、電源ケーブルがですね、ちょっと見当たらなくて、ちょっとこれもしね、見つかったら、もう一回動画に登場させてみましょうかね。音楽をね、しがなくですね。しがなくちょっと音楽をね、やらさせていただいて、おる。おる。おる。でね、いつからその曲とか作り始めたんですかって結構聞かれるんですけど、その DTM でなんとかとかって。バンド出身なんですよ。バンド出身。出身っていうか別に。出身は東京だけど、あのね、バンドやってて、で、最初はね、で、友達ん家でね、みんなでこのなんかマルチトラックレコーダーとかなんとかっていうのがあったりとかしてさ、やってたんですが、結局一人でね、やるようになってしまいまして、まあ曲を作ってたってっていうと微妙なとこで、何メインに使ってたかっていうとね、その DTM をね、そのね、カバーすんのにメインで使ってたんですけど、当時どんどんこう、メンバーがこうバラバラになってしまいまして、バラバラになった中でも、僕はそのね、ベースのね、ことね、ベースの彼とね、仲が良くて、その、ワーンと空中分解した中でも、またこう、フィーッとこう、空中でね、おっと、お見つけたぞってこうランデブーちょっとしてたんですよ。でも、その時僕ね、ギターで、彼の行ってる学校の知り合いでね、ボーカルをやりたいって人がいて、3人でね、やろうってなって、よし、じゃあちょっとライブに出ませよ、と。ライブに出ませよ、と。言った時にですね、ギターとベースとボーカルでどないせえっちゅうんじゃ、と。ね、それまでね、ほら、バンドといえばさ、ギターとベースとボーカルとドラムが必要なわけじゃないですか。ドラムが、リズムが一番大事。うん。まあ、見る側からしたらね、まずボーカルがいてっていうんだと思いますけど、やる方からするとやっぱまずリズムがいてほしい。で、ドラムのメンバーをですね、雇うのではなく、雇うというか頼むのではなく、これにね、やってもらおうと。コピーしたい、その曲のですね、ドラムのトラックを打ち込んで、これに合わせて弾いたり歌えばすればいいじゃんっていう風にね、僕はちょっと思いつきまして、それやってたんですよ。2000何年だったかな。ドラムができんなら、ピアノとかシンセとかさ、入れられねえと思って。で、当時ですね、もう爆発的にね、バコンとバチコンと来てた、初音ミクブームがね、
初音ミクブームがねバチコンと来てたんですよ。ブームっつってもうあれですよ、オタ界隈でね、地下でね、地下でブームになってたんですよ。それはそうですよ、我々ライブハウスでライブやってるような人間ですからね。ライブハウスどこにあるって言ったら大半が地下でしょ地下の住人たちの間でね流行ってたんですよ。流行ってたっていうか、出始めて、初音ミクが出たのが2007年でしょ。だからその年とかその次の年ぐらいわーってこうみんな知るようになって、でちょっと初音ミクのコピーとかやりたいよねってなって、初音ミクってほら割とさ電子音楽になってるじゃないですか。だから当時出てたのがメルトとかね、メルトって曲知ってます？メルトとかさ、ブラックロックシューターとかさ、割とさそうシンセバンドみたいなね、そんなノリの曲があったじゃないですか。それもできるじゃんと思ってね、これを使えば、ね、ドラムトラックの上にさシンセを乗せといてあげればさ、それをだから繋いでもらってね、当時これ使ってましたよ。これもうここだけ時代がさ時代がそのままなんだが、これを使ってましたよ。これも電源が入らなくなっちゃったんだよな。だからハードディスクが死んでしまいまして、これにトラックをね、1曲目2曲目3曲目みたいな感じでドラムのトラックとプラスピアノだとかシンセだとかピアノソロみたいなとかね、こうこれ打ち込んで、でそれでですね、あのステージのねこの端っことかにこう置いといて、よしじゃあ次の曲いきますってなったら、こうカリカリカリポチッつってそれで流れたのに合わせてやってたんですよ。で当時めちゃめちゃ画期的だったと思う。僕らの周りではね、知り合いの中ではねそれやってる人は一切なかった。そんな iMac のお話でした。一応ね中身はねずっとね移行でね今のパソコンに引き継いでるんですよずーっとこの時に作ったフォルダーとかのこの階層のままね今もずーっと使い続けてる。でまあそんなお話でございました。ちょっとした僕のそのバンドの時のお話ね、これがあって本当助かりましたよ。これ僕のじゃないんですが使わせてもらってたっていう。でもこれでなんかフォトショップとか勉強したりね、勉強っていうほどのもんじゃなかった、遊んでただけなんだけどね。いいでしょ別に。なんかさこうほらいわゆるこういうド派手なさこの YouTuber とかさ企画がとかそういうんじゃないからさ、電源が入んないっていうビデオもありあるこれでなんかするとかそういうあれじゃないですからねそんなできたあれじゃないですから僕のチャンネルは、すいませんちょっとそれはそれでちょっとなんか面白いなって思ったらね、高評価してでも押しといてください。このさ高評価お願いしますってさ、いつのタイミングで言えばいいのいつもわかんないんですけど、みんな言うじゃん、それこそがさ言うじゃん。それじゃあ皆さん、よかったら高評価とチャンネル登録お願いしますとかって言うじゃん。あれって どのタイミングで言えばいいの。 Q 出してくれないとやっぱ言えないわ監督が。というわけでまあこれの名前言ってなかったね。シピゲンのクラシック C1 っていう、これね、あれなんですよ。クラウドファンディングのね、インディーゴーゴーっていうところのね、投資っていうか、まあ、なんか、購入型って言われるのかな？で、まあ、買いました。ちょっと2回続けて Mac のお話になっちゃったんですけどね。ね、こう、電源の入らないものがたくさんあって、物に依存しているんですの、私は。このシピゲンの iPhone ケースね、ちょっと昔を思い出したと。あのよく生放送とかでねガンガン言ってたんで、その時にこの iMac 使ってたんだよとか、その高校の時にねこのバンドがこうなっちゃってっていう割と話してる。ただ動画にはしてないのかもしれない。というわけでそんなお話でございました。さらばじゃ。